蝶厚志林から1958年10月2日は中華民国の軍人、政治家、学軍出身で初期から孫文を支持し、後に国民政府に加わった。字は白常。新末に湖北武将陸軍第三中学に入学し、この時に中国同盟会に加入した。1911年10月に武将記儀が勃発すると蝶厚志林は、 上海におもむきちんその日の下で、上海経営司令に任せられている。11月、武漢に戻り、高校から学軍総司令部参謀に任せられた。中華民国成立後、長は学軍第五私服艦長に任せられる。1915年、古北出身の新北鎮守士、高校から参謀として起用された。この時に夏と虎と信仰を結んでいる。 翌年、蝶厚志林は一時賛成に赴き、賛成軍に加わったが、間もなく帰郷し、学軍第一市参謀長に任ぜられている。1917年、一世戦が、孫文の古方運動にこ応して組織した、古北靖国軍第一軍二長と夏と虎も加入、長は参謀長となっている。間もなく、北京政府の古北特軍を大占い元が派遣してきた。 ご光真に、石の軍は殲滅されてしまい、長と夏は、竹州まで退却している。新たに擁立した、南方政府派の学軍総司令理所上の下で、長は、第一定団団長、夏は、第二定団団長にそれぞれ任ぜられた。1919年、長厚志林は何政府かしと共に、関東に向かい、関東会、強氏軍第一根成旅参謀長に任命され、 さらに旅長代理も務めた。しかし、同年9月に辞任して、しばらく私服することになる。1923年に、四川へ移り、来新期率いる四川変貌軍で高級参謀に、起用され、軍人として復帰した。しかしこれ以降、長は前線指揮官としての任務を受け負うことはほとんど皆無となる。翌年、関東省に再び赴き、孫文と対面している。 1926年秋、長は、四川各軍を代表して、蒋介石との交渉を担当し、北伐への高音歴史を話し合った。11月、観光へ移り、観光市公安局局長、市長代理と歴任したが、翌年に辞職して、四川へ戻っている。1929年、長厚志林は、陸軍第五祖寺軍第九軍副軍長に任ぜられ、9月には、 国軍編使い委員会直轄第一辺使い、文句弁事どころ委員に移った。1932年6月、国民政府軍事参議院中上参議に任ぜられ、翌月には、毛蔵委員会委員も兼ねている。1936年6月、先制省第六行政正しさ支選委員、憲法案指令に任ぜられた。1938年9月、 軍事委員会委員長重慶行営弁公庁副長長となり、翌年2月に最小行営主任として起用されている。1940年11月、川高経済建設委員会が新設されると委員に任せられ、翌月に陸軍中将の位を授与された。1945年5月、中国国民党第6期中央観察委員候補に当選している。 日中戦争終結直後、小解石ら国民政府首脳が、雲南省政府主席留雲を武力で罷免しようと、最小で計画を立案した際には、蝶厚市議員が機密保持の任を担い、これにより、省の信任を得ている。1945年11月、長は重慶市長に起用された。しかし長は、国境内戦推進に積極的でなく、 中国民主同盟を支持する重慶資産議会議長庫、スゴーラと協力して言論の自由を認め、さらに市政建設を推進した。その後も、長は国民大会代表や立法委員立法委員などを歴任している。1948年4月、長厚市林は湖北省政府主席に移り、9月には下中総秘総司令部政務委員会委員を兼ねた。は、 重慶市長時代と同様に内戦反対派の言論の自由を認め、彼らと家中総比総司令次郎、高敷との終戦をするなど、古北和平運動に助力した。しかし、白はあくまで理想人の副総統当選までの時間稼ぎとしか、この運動を考えておらず、離島選後は内戦を積極展開するようになる。 これに不満を抱いた蝶は、西南軍政長官バリ軍からの勧誘を機として1949年2月に、小政府主席を辞任、6月には、西南軍政長官公所政務委員会委員権秘書、蝶に移った。内戦最末期に、中国人民解放軍が重慶に迫ると、蝶厚志林は、香港に逃れ、さらに台湾に移った。台湾では、 長は完全に引退し、政界との関わりを全く断っている。1958年10月2日、台北市にて病没。去年67。ありがとうございます。